どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。シャク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 、ごっくん、そういえば懸賞で海外旅行が当たったんだよね。でもパスポートとかめんどくさいし、お小遣いも自分で用意しなきゃならないから他の部員にあげちゃったんだ。スイカの炊き込みご飯やってみようかな。やめた方がいいよね。店長の妹、渚さんの店へ慰安旅行に来た私たちは、なんだかんだと騒がしく1日目を終え、2日目の朝を迎えました。といっても、昨夜はかなり遅くまでみんな盛り上がっていたので、すでに朝というか、お昼前というか。ああ。おはよう、美沙ちゃん。おはよう、うすい。低血圧？ああ。何してるの、ミサちゃん。目覚ました。気にするな。それ目覚めるどころか永遠の眠りにつけそうなんだけど。何を言っている、薄い。わけのわからんことを。預けられたこっちの身にもなってよね。またそんな格好して。そんな格好って、私にはこれが自然なんだからね。うん、はいはい、それ何度も聞いた。いいわよ、そのままの格好でも。え、それ本当？今日のビーチバレー大会で優勝したらね。本当に自由にしてくれるの？この格好にも文句言わない？ウィッグも取らない？ええ、なんならもう家に帰ってもいいわよ。日に焼けるの嫌なんでしょ？うん。ビーチバレーで男らしく優勝すれば、兄さん、かっこ葵の父さんも少しは納得してくれるでしょ？渚さん、ありがとう。渚さん、一緒に頑張ろうね。は？何言ってんの？何って大会は男女ペアでしょ？そうよ。渚さん、私と組んでくれるんでしょ？去年のチャンピオンとのペアなら優勝も。すごい、渚さん優勝したんだ。そんな、今年から年齢制限ができて私は出られないの。だからペアの相手はあんたが探してきなさい。こんなとこに友達なんていないし。無理？
な簡単に諦められるんだ。じゃあやっぱりこのままこの夏ずっと男らしく働いてもらおう。諦めないよ。そんな簡単じゃないよ。ずっと貫いてきたんだ。変だと思われようが、気持ち悪いと思われようが、だってこれが僕だから。自分が一番自分らしくいられる姿だから。相手見つけてくる。心は立派に少年じゃない。葵ちゃん、でもビーチバレーできる女の子なんかそう簡単に。ああ、ちょうどよかった。ん？せっかくだから海のスポーツやってみたいんだけど、葵ちゃん何か教えてくれない？あ、ミサちゃんビーチバレーの大会に出るの？優勝してビーチプリンセスになってほしい。頑張って。ビーチプリンセス？知らないの？あ、はい。優勝した男女ペアは今夜のお祭りのプリンス&プリンセスってことで盛大に祝われて、記念撮影に引っ張りだこ。撮影用にいろんな衣装が用意されて、可愛いビキニとか着放題なのよ。そうなんですか。そこにはあまり興味ないですが、でも勝負ごとには本気がもっと。優勝しますよ。じゃあ今から葵ちゃんと練習しますので。葵ちゃんと出るの？ミサちゃん。なんだ、薄いか。経験あるの？ビーチバレー。いや、室内でやるバレーとは全然違うよ。だろうな。砂浜ではかなり動きにくいだろうし。ずいぶん自信あるみたいだね。自信？ああ、いや、自信というか気合かな。自信はないかも。うん、絶対優勝してやるって気合のみ。葵ちゃんの目、ああいう真剣な目見るとさ、応援したくてたまらなくなるんだ。まあ経験ないから役に立つかはわからないけどさ。じゃあ愛蔵じゃなくてもいいんじゃないの？行かないで、愛蔵。何言ってんだお前。わけわかんねえぞ。私はもう行くからな。お待たせ。遅いよ。いいかな。あ、はい、いらっしゃいませ。今年もやってまいりました。白線ヶ浜主催ビバロイヤルビーチバレー大会。敵は対戦相手だけじゃない。照りつける太陽、動きにくい砂浜、吹きつける風と戦い、チームプレイでトーナメントを制して今夜のお祭りの主役、ビーチのプリンス&プリンセスになるのは一体誰なのか。さあ今年もみんなで弾けよう。いよいよね。ミサちゃんと葵ちゃんも練習するって出ていたきりだけど。必ず勝つ。あれ、ミサちゃんと葵ちゃんよね。この短時間であの二人に何が。一体どんな練習を。全然時間足りなかったな。でも勝つよ。うん、葵ちゃんの本気十分に伝わったから。ふん、行くぞ。美咲ち。美咲ち。おい、いたいた。お、なに、すんごい気合入ってんね。エリカさん。ど、薄い。なんで二人がここに。美咲ちゃん出るって聞いたら私も出たくなってさ。薄井くんに頼んだら OK もらえたから。ビー
チバレー楽しいから好きなんだよね。オッケーって、薄い、お前本当にやる気あんのか。そういうの柄じゃないだろ。優勝は俺がもらう。望むところだ、この野郎。展開だな。これに勝てば自由。なんかいろいろ渦巻いている。ゴール解放。おい、こら薄い、手加減なしだぞ。なんだよあいつ。つーか、本当になんで参加なんかしてんだ。葵ちゃんの意地がかかってること、あいつだって知ってるはずなのに。今年のプリンセスはどっちだろうな。こっちの色気のある彼女がいいな。うん、バカ、あれ彼氏好きだろ、ペアのやつ。それよりあっちの彼女、狙いどころでしょう。ペアの相手は弟か。彼氏じゃなさそうだしな。もしかして薄いのやつ、強いペアを潰して決勝で葵ちゃんに勝たせてあげるために。いや、でもそんな、もしかしたらそうなのか。だってあいつはいざって時いつも。決勝戦ゲームスタートです。薄い&エリカペア1セット先取。強い、考えが甘かった。薄いのやつ、本気で優勝狙ってやがる。緩急自在、彼かなりの実力ね。2セット目開始します。くそ、なんだよあいつ、全然息が上がってない。こっちが振り回されるばっかりだ。嫌なとこばっか落としてくるからね。でも僕は諦めない。葵ちゃん、食らいついてやる。これでも渚さんに昔からしごかれてたんだから。葵ちゃん、ナイスコントロール。あ、そう、こんなに葵ちゃん頑張ってんのに。真剣な気持ち、もてあそぶようにひょうひょうと仕上がって、いつもいつもムカつくけど、いざって時は助けに来るくせに、いいやつだって思わせるくせに。
今までで一番イライラする。なんで薄井が私の敵に回ってんだよ。なんだ私思わず。わがままだな、ミサちゃん。俺が敵だと嫌なんだ。俺が欲しいの？あ、アホか！誰もそんなこと言って。そっか、じゃあ行くよ。どこやってんの？こりゃ無理だ、風に流されてる。届け！今度は無理だろう。意地でも取る。ミサちゃん、止まらない。よし、大丈夫じゃない。色になってきてるわよ。背中直撃だったでしょ。とにかく手当てを。いや、大げさで参ったな。おい薄井、まだあんまり動くなって。ミサちゃんも心配しすぎ。だってお前自分のせいなんだから心配もするだろう。で、反省して俺についてくれてるんだ。ビーチバレーの優勝のお祝いも受けず。相手チームに怪我させて自分たちが優勝したなんて素直に喜べるはずないだろう。こんな気持ちじゃせっかく祝ってもらっても雰囲気悪くするだけだから。店のみんながうまく盛り上げてくれる人たちでよかったね。じゃあエリカがプリンセス代理ね。任せときな。ちょっと僕より目立たないでよね。ほのかもプリンセスやりたい。葵、あんたの覚悟しっかり見たよ。え？優勝おめでとう。渚さん。でも本当、ミサちゃんはちょっとつ盲信だよね。いや、素晴らしい盲信ぶりだったよ。薄い。ごめんな。許さない。って言ったらどうする？またからかってんのか。元はといえばお前が大会に出たりするから。葵ちゃんの嫌だったんだよ。ビーチプリンセスとやらになって男たちが喜ぶような服着て、下心ある奴らに写真撮られて、ただそんな愛憎は見たくなかっただけ。あ、それだけ？何が？それだけの理由であそこまで優勝狙ってたのか。うん。はぁ、なんだそれ。そんなことより葵ちゃんの方が大事だろうが。俺にとっちゃそんなことの方が大事なんだよ。まだわかんない。何が？だいたいお前いつもふざけてるからわかるもん。じゃあよく見て。今ふざけてないから。薄井、花火。そういや、祭りの締めに花火大会やるとか言ってたな。
ああもう早く戻るぞ。愛だね。お？あ、帰ってきたよバカップル。おかえり。葵ちゃん何それ。やっぱり私以上にプリンセスにふさわしい人間なんていないわよね。さすが。もう最後は葵ちゃん祭りって感じだったわよ。でででね、ゴンちゃんとサイちゃんも密かに出場していたんですって。いやちょうど遊びに来てた親戚一同に誘われちゃって。うちも親戚一同が来てまして、小学生の甥っ子が出る出るって言うから。うちもそう。ミサちゃんたちと戦う前に負けちゃったけどね。ねー、教えてくれればよかったのに。そんなこんなで二人も戻ってきたことだし、始めるわよ。始める？旅行も明日までだから全員で記念撮影。みんなもう少し真ん中に寄って。こんな感じですかね。はぁ、あ、バカップルが遅いから待ちくたびれた。ごめんっていうかカップルじゃないし。タイマー行くよ。どうせ夜の海でいやらしいことしてたんでしょ。してない。今否定に迷いがあったわよ。そんなことないですって。うん、さりげなくいろんな思いが成長しつつ、夏は過ぎていきました。ミサちゃんはまだか。いやだ、信じたくない。俺たちの夏も終わってしまうなんて。ミサちゃん乾杯。もう家に帰って夏休みの宿題やっとけば。夏の話はこれで終わりだよ。じゃんじゃん。きっとまた悲しがれすがろう。そんなものでいいじゃないか。飾らないまま迎える美しさよ。いつの日にかわかろう。たとえどこにいたとしてもきっとまた会える。ささこれを食べて食べて。うわ、なんだそのスイカの山は。もちろん軽症で当たったんだよ。海とかスイカとか夏っぽいものだらけだな。そんな夏の話もこれでおしまい。次回はメイドラテに危機が迫るよ。あ、雅ヶ丘の副生徒会長。おっと、小耳に挟んだぜ。ここは白鬼白ヤン様の出番のようですね。行きますぞ黒タツさん、イクンさん。俺たちをスケさん、カクさんみたいに扱ってないか。どっちがスケさんでどっちがカクさん。どっちだろうとお前らには荷が重いよ。この番組はゼネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。